私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かを嘲笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私には私の生き方がある。それはおそらく自分というものを知るところから始まるものでしょう。けれどそれにしたって、どこでどう変わってしまうか、そうです、わからないまま生きてゆく明日からのそんな私です。私は今日まで生きてみました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 。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。
のねお父さん覚えてる一年生の参観日早起きして来てくれたよねきっとお仕事大変なのに嬉しかったよそれでねお父さん本当はね叱ってばかりで怖かっただけど自転車壊れた時は何も言わずに直してくれたかっこよかった大きくて温かい手のひらだったな「いつだっていつだって見ていてくれた」「どこかでくじけそうになったら昔のようにしかって」だから言えるありがとういつまでもいつまでも元気でいてね遠く離れ離れになってもずっと元気でいてね遠く離れ離れになってもずっと元気で